同方阪神岡田監督、有馬記念3連単的中10年間で6度的中勝率、6割。1年のフィナーレを最高の結果で締めくくり、笑顔満開だ。やっぱり外はあかんかったな。最初に絞ったうちの4頭だけで3連単は買えんけどな。有馬記念は外はよっぽど強い馬じゃないとあかんよな。大興奮のレースは、岡田監督の予想通りに進んでいった。序盤からタイトルホルダーが逃げる中、4コーナーでイクイノックスが一気に先頭を捉える。ラスト100メートルでボルドグフーシュが2着に上がり、ジェラルディーナも必死の追い上げで3着に食い込んだ。昨年は1着エフフォーリア、3着クロノジェネシスの2頭軸で、3連単 71.8 倍の馬券をゲット。デイリースポーツでは2013年から有馬予想を披露しており、的中はこれで10年中6度目、勝率6割と神がかっている。監督就任後は超多忙なオフを過ごしているが、そんな疲れも吹き飛ぶクリスマスプレゼントとなった。類稀な勝負強さに、虎党の期待は膨らむばかりだ。ARE、チームスローガン28年ぶりのアレを目指す来季。ペナントレースでも歓喜のウィニングランを決める。毎週予想乗せて全然当たらん記者もおるのにな。トンデンってネタに困らなさすぎる。すごい。勝率、6割ってすげえ。全阪神なんて17年間勝率6割超えてないんやぞ。草。勝率6割って相当独走してるやろ。普通にすげえよ。3連単6頭ボックスなのでガミってる模様。ガミっとるやんけ。やっぱ頭ええやつは違うんよな。勘が良いというか、どんだけ詳しくても外しまくるやつ見てるとそう思う。これは優勝やな。とにかく当てる人おるからな。頭の良さとかとは別で。ガミっていいなら誰でも当たる。予想は上手いのに馬券は下手やな。さすがに凄すぎるやろ。野球の監督とかやってる場合か。ガミってない。ギャンブルで運使うの嫌やからやらないみたいな選手おるらしい。これで運使うからドラフトは外すらしい。ドラフトのくじ運が最悪なわけだわ。ちな野球の方の優勝確率は？